どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたマージザシェリーというゲームをやっていこうと思います。おー、始まりました。なるほど、20ドルで、なるほど、で合併して売る、で売って44ドルなって、また20ドルで買って、合併させて売っての繰り返しって感じか。なるほど、だいたいどんなゲームか把握した。とりあえずお金集めて、そのお金でこの集合体、気持ち悪い集合体が上から落ちてきて、それ合併させて売るを繰り返す。それをし続けた結果どうなるかちょっとよくは分からんけど、そういうことですね。この集合体がニュルニュル合併していく様は見てて楽しいんですけど、動かして合併させてっていうのは嫌いじゃないけど、ニュージェリーリーチド、なるほど、お金になったやつ同士もさらに合併できるのか。把握した。なるほど、だから同じ色がいっぱい来れば、だからこれもこうして、合併して、なるほど、でこれだと44よりも高い額で売れるぞと、 44×2 の88よりちょっと高いぞということですね。はいはいはい、なるほど、大体把握した。なるべく大きいお金にして売ってねということですね。とりあえずちょっと資金に余裕ができてきたので、これで200貯まるんで、ちょっとエクスパンドやってみます。なるほど、広くなるだけか。やってみた感じですね、今一番上が1って書いてあって、その下に5って書いてある円があるんですけども、あれのレベルが上がると、落ちてくる色の種類が増える。増えた方がやりづらいんですけど、もう1回合併したら増えるかな。はい、これ6になったので、また多分新しい色が、登場するよと。なので終盤までいくとガンガンこれを広くして、でどんどんいろんな色を合併させてみたいな感じになっていくのかなっていう感じですかね。ちょっとずつ展開はありそうなので、もうちょい結構退屈な作業にはなってきてますが、ちまちま進めていこうと思います。さあ、ここからは10倍速でお届けします。とりあえず同じ色同士をグイーンとこの指でスワイプすると動くんで、それで合併させて売る、それをただただ繰り返すだけのゲームでした。ただこの先にどんな展開が待ち受けるのかわからないので、なんだかんだやってて退屈なことはなかったですね。作業的にはものすごいシンプルな感じなんですけど、このグニョグニョした感じが嫌いじゃなかったです。もうちょいで200分のが、なくなった。どういうことやろう。いいや、とりあえずもうちょい進めて、シルバーで売らないといけない。これ何なの、ノットイナフジェリーって書いてある。でも100増えた。何なんだろうこれ。200分の0になったら何かあるかなと思ったけど、特に何もなくなので、で色の種類がもうだいぶ増えてきましたね。だいぶ増えてきたんですが、この金まで育てりゃ売っていいかなみたいな感じで、とりあえずまだずっと進めてる感じです。特に展開ないこれだけのゲームだとしたら相当クソゲーなんですけど、ないのかなっていう感じですね。また100もらえる。なんだかんだ100もらえるんすね。左下のね、 ADD アドジェリーかな、がバケツに入ったのが200分のっていうのがずっと、何これ、あれじゃない、転生パターンじゃない。そういう感じ。すげえ。なるほど、今赤だけレベル上げたから、最初に合併させたら普通はブロンズから始まるんですよ。ブロンズシルバーなんですけど、ほらいきなりシルバーじゃないですか。赤だけ今レベル上げたからいきなりシルバーになるんですよ。なるほど、これはだからコインみたいなの貯めて、転生してまた最初からやり直しを繰り返す工場の覇者パターンですね。で、エクスパンドも結局また200で広げて、っていう感じなので、また1からなるんだね。だから本当工場の売却、カニでいう脱皮そういうことですね。それを繰り返してもう一気にドバドバお金が稼げるようになろうねみたいなやり込みゲーですね。
嫌いではねえけど、なるほど、オッケーオッケー、よし、じゃあもうこうなってきたらもうやれるところまでやりまくるか。何が条件でこう転生するかわかんないですけど、今右下の赤の点滅がこうコインが今2個溜まったんですよね。あれ多分売却するごとにほら今3になって、で7であの赤いやつのレベルが上がったので、これなかなか途方もねえ感じですけど、まあとりあえず合併させて、であの左下のボタンをねオートで押したらなんか、うん、オートでとか長押ししたらオートで上からこの集合体が落ちてくる状態になったので、いちいちタップしなくていいから楽なんですよね。まあまあまあ OK、ただただ機械的に落ちてきたやつを合併させて売る、っていうゲームに変わってきたので、うん、やれるところまでちょっとやり込んでいこうと思います。はい、レベル7まで来たところで、またちょっと工場の売却しようと思います。結構コイン溜まったんで、まあ上から順に上げていくかな。あと2個上がるので、はい、これでちょっとレベルが上がったことにより結構なやつは、合併したら最初から、シルバースタートなので、これ多分ね収入効率めっちゃ上がると思うんですよ。うるせえまあ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 、はいはい、もう大体ずっと銀で売れるので、金が簡単に作れっていうのが、続くので、だいぶ早く、レベルも上がっていきますね。もうすでに3ですもんね。これ売ったらもう多分すぐ4いくし、いいですね。かなり、なんか環境が整ってきました。だいぶやっぱ、うん、ちょもうこれなんなんこれ。あー200分の0なって、今まで100補充されてたけどそれがねえ。あー何これ、広告ん、これな、何もこれ、なんとなく把握したんですけど、これ1分で1しかたまらんくて、広告見たら50ジュエリーあげますよと、とあとはなんかちょこちょこゲットしてた赤い延べ棒みたいなやつ、赤い延べ棒みたいなやつ使えば100個あげますよと。ちょっと待って、これなかなかえげつないゲームなんじゃないか。ちょっと待って、赤だけちょっと今まあレベルは上げましたけど、ジュエリーが降ってこないとさ、ジュエリー、ジェリー、まあ分からんけど、もうちょっと広告見るか。とりあえず広告見ればまあ50、50個やるたびに30秒広告、なかなかえぐいぞ。30秒広告見て今50ジュエリーをゲットしました。ジェリーかな、もう何でもいいわ。ただまあレベルはだいぶ上げて、今赤上げたんで、もう赤がいきなり、ゴールドからスタートになったので、序盤のスタートダッシュはまあめっちゃ早い、感じにはなってます。ただこれ50のたびに広告見るのはマジでダリーなと。これマジで一瞬ですよ、50使い切るのなんか一瞬っすね。あ、だフィルジェリー、あ、フルフルってことかなこれ。ああ200だった。あ、オッケーオッケー、今赤い延べ棒使ってとりあえず200補充しました。いやーもうなくなった。ちょっとマジでさ、200なんか一瞬でなくなるって。ちょっととりあえずまあ工場の売却35あるからまあできるけど、工場売却したらまた200に戻るとかねえかな。ちょっとねきついですね。まあまあまあ、とりあえずレベルは上げたけど、これ今1分で1個しか増えんから、もう延べ棒足りてねえし、1回目は10でいけたけど2回目は20いるぞと。まあ広告見るわ。はい、20倍速でお届けします。もうすぐ50なくなって30秒広告見て、これを繰り返そうと思ってました。いやーこれちょ、もうマジペース、あーい、ちょっと待って、ちょっと待ってね、今俺でなきゃ見逃しちゃうねだったんですけど、今お分かりいただけただろうか。いつもならこれなくなった時にね、こうポンってボタンを押したら、広告見るかいというやつが出るんですけど、広告のスペースのところにもう何もないのよ。だから広告見続けるもできないから、これリアルにマジで200分だから、なんだ3時間ちょいか、3時間ちょい待って
フルになってまたちょっと200個分遊んで、また3時間ちょい待ってっていうのをやらないといけないクソゲーですね。これなかなかいかついぞ。いや、せめて広告ずっと見せてくれるならもうそれでやろうって覚悟はしたんですけど。はい、200分やってきます。30倍速です。いや、はい、ちょっと待って、マジで早いんすけど。これさ、ちょっと何ヶ月やらんといかんのこれ、マジで。マジ4時間おきにアラームかけてとかやらんといかんレベルだぞ。広告も見れんし、マジでしんどいなこれ。毎日のちまちまやってたんですが、俺気づいちゃったんすよ。そういや俺時を飛ばす能力あったなと思って、これ機内モードで、あー OK だね、機内モードで遊べるということはだね、あー、もう勝ちましたわ。これはそうだよ、時計進めちまえば簡単な話じゃんっていうのにちょっと今さら気づいてしまいました。なのでもうこれ、ちょっと待って、うわー、対策されてるー。あー、何これ、飛行機の中で遊べないやつ。あー、じゃあ時進めても関係ねえ感じかな。とりあえず明日にして、もう一回ちょっと再起動してみて、これで満タンになってなかったらもうマジでちまちまやるしかねえのよ。ゼロのまんまっすね。あー、終わりましたね。いやー、ちょっとこの2日間ちょっとちまちま真面目にやってきたのバカだったんじゃねえかと思ったけど、それしかないみたいですね。もうどうしようもないですね。裏技も対策されてるから、だからもうこのゲームをちゃんと遊ぶなら7000円課金しろっていうのがちょいちょい出てくるから、いや7000円払ってまでこんなわけわからん合併させるだけのゲームはやらねえよって話なんですよ。いやー、きちい。はい、また200溜まってるんで、ガンガンやっていこうと思います。もうこうかける5ってしたら上からもうドバドバ落ちてくるんで、あとはもう合併させるだけのゲームなんですけども、正直最初の頃はですね、この合併していく様とかがなんか見てて、まあ、気持ちいいなっていう感じはあったので全然嫌いじゃなかったんですけど、今もう地獄のようにね、4時間ぐらいに1回これ開いてこの作業だけをやってるんですけど、これ何が楽しいんだろうっていうのと、別になんか明確なゴールがあるわけでもねえし、まあこういうクソゲーだったよっていう紹介で、みんなダウンロードしないようにしようねっていうね、まあそんな感じでももういいのかなっていう気がしてきました。なんか心底面白くねえですマジで。何なんだろうねこれね。いや、ちょっとずつね、そのレベルが上がってってもらえるお金が増えるのはすごいいいことなんだよ。なんか増えたなってなるよ。もう終わったんだよ。もう今喋りながらこれ200が終わったんだよ。早くない？なのでもうさあ、ほら新しいお金もゲットできたよ。ただもう総じてだから何なのよ。ということでございましてね、まあ4日間ぐらいにわたってこのゲーム真面目にちょっとやってきましたけれども、まあ成功法でしか遊べないということもあるんでね、今日はマージザジェリーというゲーム紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんもぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。